こんにちは。今日から始める安心お得着物、着物楽庵こだまです。今日は先日ちょっと東京の東長崎の、江戸組の、平田先生のところに行ってまいりまして、大坪の羽織紐をなるたけいただきたいということで、ご相談してたんですけど、いろいろこうね、ちょっとこう倉庫の中というか、いろいろ探していただいて、でいろんなものをちょっと手にしてきたんですけど、その中で女性紋の帯締めでも使ういわゆる貝の口の浮き船という、まあ、貝の口というのは基本的に、表側と裏側から、糸をこう組んで両脇でちょうどこういう感じで本当貝の口のように、組まれるということで貝の口というんですけど、まあそちらのものの、男性ものの、直付けの羽織紐版っていうのを、ちょっと見せていただいて、で、大坪のものは、全部いただいてきたんですね。で、そちらがそちらのものがもうこうした感じの羽織紐で、で今お話したように貝の口といって、こう脇の部分が、ちょうどこう貝が重なるように、組んであるもので、非常にこうしっかりした組み方なんですね。なので、結構こう形も決まりやすい、羽織紐で、女性ものの帯締めなんかでは、本当にこう締まりやすく使いやすいというので、でちょっとこちらに女性ものの帯締めの貝の口の浮き船というのを、で基本的に浮き船というのはこういうふうにちょっとなんていうんですかね、短いこう柄が、さもこう船のように、流されているように、組んであるのが浮き船という組み方なんですけど、まあ、こちらの浮き船の、男性の羽織紐版というのが今回のものですね。で今前回私が入手してきたのは、こちらの3つのもので、下に今ちょっとこう並べてみたんですけれども、こんな感じですね。
で、先ほどちょっとお話しましたけど、よいしょ、もう一旦ちょっと拡大して見ていただくと、よいしょ、よっこらしょ、女性もんで、今見ていただいてますけど、こんな感じで、貝の口というのはこう両脇がこんな感じで前から来たのと、裏側から来たのと、重なるような、組み方をしたものなんですね。男性ものの羽織紐で見ていただいても見えるかと思うんですけど、これが貝の口という、ちょっとピントが合いづらいですけど、これが貝の口という組み方で、で今お話したように、もうこうピンとして、こうほんと形がいくらでもその形になるような組み方なんですね。非常にこうしっかりした、組み方がこの貝の口で、このちょっとカーキ色みたいなのと、焦げ茶と、で濃紺ですね。大坪のものはこの、正直言って3色しかなかったので、全部私がいただいてきたんですけど、基本あのこの貝の口組は非常にこう締まりやすいですし、緩むことなくしっかりとして形も決まりやすいので、まあ本来的にはもっとあれば私は購入したかったんですけど、で平津先生も言っていたのが、最近本当男性の羽織紐は直付けで、いわゆる金具、S 缶を使わないっていうものが非常に人気になってきて、前だとやっぱりそういう小壺といってて、 S 缶というあの金具ですね、 S 字状のこういう金具を使うものも、結構言われたんだけど、もう今はもう本当大壺しか言われないと。ただなかなかこう大壺を組める職人さんっていうのは本当に減ってて、去年でも東京で江戸組の職人さんが、まあ高齢ということもあって、30年以上もうリタイア、退職されてしまったということで、ますます、こうした、手組の大坪の羽織紐っていうのは、世の中的になくなっていってしまうということが危惧される状態ですね。でよく私の、 YouTube でもお話しさせていただいてるんですけど、基本後からこの、紐をつけるのではなくて、まずここからスタートしてだんだんこう、まあ、広げていくというか太くしていく、これが
まあ、あの直付けの正式な作り方なんで、まあ、近年結構あのよくあるのが、基本的に普通の羽織紐を組んでおいて、後からこの大つぼだけを、なんていうんですかね、縫い留めるような、商品っていうのも出てきてるんですけど、やっぱり正直言って耐久性も良くないですし、パッと見た目に後付けの紐がこうついてるっていうのが見えるので、あまりこう格好がいいもんではないと思うんですね。なのでやっぱりこういうちゃんとした大壺のものを締めていただいて、でやっぱりこう使う人が増えてくれば、まあ後継者というか、まあ羽織紐を作ろうという人も増えてくるんではないかなというふうに思いますので、ぜひちゃんとした、ものを使っていただく方が増えていただいて、ちゃんとそのこう価値というかですね、いかにそれが重要かということを分かっていただきたいなというふうに思うんですね。もう本当ここ近年、いろんなところで、産地の機屋さんや職人さんが廃業してしまうっていう例が、多くなってるんですけど、基本的にこれはやっぱり、使う側の私たちですねっていうのが、やっぱりちゃんとしたものを、本当に分かっていただいて、でその分かって、多少はやっぱりいいものなんで手作りですし高いけれども、やっぱりそういうものの方が全然使って違うなというのを、私たちこう消費者側というか、使う側が認知して いかないと、作り手さんは増えていかないなというふうに思いますので、どうか、そうしたことを分かっていただければというふうに思います。で、あのうちのお店では基本的に買うとか買わないとか関係なくて、やっぱりそうした、まあ、本物というかちゃんとしたものを、知りたいと言って、来ていただくお客様には実際にやっぱり触っていただいて、で、例えば私のものがあれば私のものを、着ていただいて、いかにそれが違うかというのを理解していただこうということをしてますので、もう本当こうご興味があれば、実際にお店の方に来ていただければ、いくらでも、実際に触って、私も説明もちゃんとさせていただきますので、まあ、そういうことを、させていただく、ための店が、楽安かなというふうに思いまして、やらさせていただいております。ということで本日は、手組みの、男物のいわゆる直付けですね、大壺、この輪っかの部分が大きいものですねのものを、で作りました、まあ、こうした貝の口の浮き舟というですね、こちらのものを、東長崎の、平田さんの平田先生のところで、入手してきましたので、せっかくだったら皆様にもご覧いただきたいなというふうに思いまして、本日は動画を撮らさせていただきました。ということで本日も以上、ありがとうございました。